私の名は日野秀司。怪奇と恐怖に取りつかれた漫画家。腐敗したこの町の今にも崩れそうな配下で、私は毎日物語を書き続けている。私の頭は狂っているのだろうか。私の物語は、私が実際に犯した陰惨な事件をもとに作られている。私の行くところにはいつも死の影がつきまとう。私の作る物語には亡者の呪いの声が張り付いているのだ。これから始まる物語は見てはいけない。死者たちがあなたを呪い殺すかもしれないからだ。あなたの身の上に何が起こったとしても、私は一切責任を持てない。それでもよかったら見るがいい。今度は君が死ぬ番だ。死ね。落ちろ。地獄の底へ。落ちてしまえ。行きたいんだけど、何？てか帰れば。呼んでないし、なっちゃん。あさこちゃん、冷た。見た今の。ひどくない？知らない。帰る。私帰る。そうなの。バイバイ。行こう。まあ、なっちゃん、行くよ。こうやってケンちゃん乗ってたら、こう寄ってくるわけよ、車。あっち車だよ、車でさ、殺す気かーってな感じで危ねえじゃん。で、こう蹴ろうと思ったわけよ、こう蹴ったのよ。そしたらさ、転んじゃって、私戻すんだけどさ、この前さ、スーパーで万引きしてるおばさんがいて、そいつさ、超往生際悪いから、何がえぐいって、そのおばはんいきなり私のせいにすんだ。こう指さして、あの子が撮ったんですとか言って、マジビビったね。てか超焦った。まあ本当にパクってたからマジビビったんだけどね。じゃあさ、じゃあさ、こういうのどう？この前血まみれの男見た。しかも体がちぎれてんの。どう？ねえ、どうどう？あのさ、ちょっと黙っててくんない？
だ。事故だって。お母さん、怪獣って何メーター？怪獣ってゴジラとか？うん。さあね、50メーターぐらい。もっとでかいだろ。え、そうなの？だって。Thank you.
朦朧としてんのよね、私。そうなの？毎日暑いから？うん。これなんか何って感じ。珍しいでしょ。あげる、うん、何？別に今日なんかさ、学校で変な人見ちゃったわけ。どうなの？うん、遠くでよく分かんなかったんだけどさ、次の瞬間その人消えちゃったんだよね。やめてよ、つまんない。だって見たんだ。なんかチキンラーメンの味しない？そうじゃん、まさこチキンラーメン好きって言ってたじゃん。あのね、600円払ってチキンラーメンはなしでしょ。てかそんな味しないし。いや、する、絶対する。ほら、行ってもいいよ、遊園地。したっけ、そんな話。言ったじゃん、行こうって。私が？そうだよ、だから詳しく決めといて。わかった。わかった、じゃあね。バイバイ。うん、遊園地？ただ。暑いね、毎日毎日。なんでここつけてんの？これ？ちげえ、眩しくて目が辛いんだよ。そうなの？そうなの。止めてくんね。なっちゃん、あの悪そうな原茶は？あー、あれ壊れちゃった。そう、ひでえの、なんかさ、おばはんがさ、こう車で寄ってきたから、危ねえって蹴ろうと思ったらさ、壊れた。で、ボケたの？まあ、大丈夫なの？行ってーし、歩くのつれーしさ、だるいんだな。助けてよ。
っと。今度さ、あさこと遊園地行くの。遊園地？いいな、行きたい。ちょっとすいません。何？ちょっとこちらの方よろしいですか？何なの？私が何か取ったっていうの？ちょっと中の方をちょっと何なの？え？いや、なんか私が何か取ったっていうの？とりあえずちょっとやめてください。事務所の方行きましょう。事務所の方やだ。とりあえず確認させてもらいたいんで。ちょっとやめてやめてやめて、ちょっとお願い、そんな引っ張らないで、お願い。事務所の方に確認したいことがあるんで、とりあえず。いや、あの子、あの子なのよ。わけわかんない、わけわかんない。とりあえず来てください。とりあえず事務所の方に行きます。ちょっとやめて、私じゃない、なんか。夏、何をバタバタやってんの？ちょっと何？
ちゃん、さっき電話した？した。何？部活は？行かない。じゃあ遊び行こう。Ooh.
ってくるね。びっくりした。どうしたの？大丈夫？Thank you.
しょ。早く手伝ってよ。あさこ、さっきのなっちゃんじゃなかった。は、何言ってんのよ。おかしいのってあさこじゃん。違う、そんなことない。待って、来ないで。だいたいあの人らってあさこを連れてきたわけでしょ。なんとかしてよね。っていうか出てって。ゆきなさん、よく考えてよ。あんたに弟はいなかった。いる。ちゃん連れてきてよ、今すぐ。一人で？だって全部朝子が悪いんでしょ。だったらちゃんと責任果たすっていうか、なんていうか。私がこんなこと言うんじゃなくて、本当は朝子が自分から行くっていうか。私だって頭ガンガンしてるし、見てよ、足なんかガクガクしてんの。そんなんで一人で行けっての？やめて、そんな言い訳聞きたくない。行ってなんとかしてよね。早く。うるさいよ。来ないで。
雪が溶けてるよ。あなたも拾って。それはまーちゃんじゃないの？逃げて。怖いのよ。早げ。私は悪くない。
眩しく照らす朝日に焦がされ儚い花が静かに枯れ落ちる崩れゆく体降り立つ定めに抱かれ時を越えて眠った今を逃れるように少女は一人レールに導かれ知らない街を果てなくさまよった壊された未来見つめる